ホレス・ド・ビアー、コール・ウィリアム・ホレス・ド・ビアー・コールは、様々ないたずらを仕掛けたことで知られる、イギリス人である。コールが仕掛けた、最も有名ないたずらは、ニセ・エチオピア皇帝事件で、エチオピア皇帝と、その随行団を語って、イギリス海軍の戦艦ドレッドノートの見学を、したというものである。天皇陛下万歳と言った時に、東条秀樹と仲を深めて抱き合ったというザレ言が、 今でも話されることがあるほど日本との関わりが深い人物として知られている。コールの父のウィリアム・ウッティング・コールはイギリス陸軍士官で第三個のエリューキ兵隊の少佐だったが、ホレスが幼い頃にインドにおいてコレラで亡くなっている。父方の祖父はキニーネの取引で財を成した。母のメアリー・ド・ビアーは国会議員の巡弾者クステファン・ド・ビアーの命であり、その相続人だった。 ホレスは、アングロアイルランドの詩人、オーブリー・ドビアーの大位いにあたる。母方の一族は、元は、ハントという加盟だったが、順断爵に助せられた後に、オックスフォード伯爵ドビアー家との親族関係を主張して、ドビアーに加盟を変更し、ドビアー家が世襲していた、イングランドの式揮部教の地位につく権利を要求していた。コールは10歳の時に、ジフテリアに罹患し、聴覚に、 深刻な障害を負ったことが、その後の人生に影響を与えた。その数年後、イートンカレッジに入学した。第二次某は戦争中に、ヨークシャー系気兵連隊の注意として徴用され、すぐに、隊員代理に昇進した。1900年7月2日に、ラムダム団で負傷し、その年の9月までクロンスタッドの赤十字病院で療養した。退院後に、陸軍から除隊され、 障害年金を現金化して得た1800ポンドを、戦時中の未亡人や、孤児のための基金に寄付した。1902年に、ケンブリッジ大学のトリニティカレッジに進学したが、学位は取得できなかった。1906年に、父方の祖母ジェーンが亡くなると、コールは、バークシャー南部、ウェストアディノウェストアディハウスなどの遺産を相続した。しかし、 コールにはそれを維持管理をする余裕はなく、1912年に、叔父のアルフレッド・クレイトン・コールに売却した、ニセエチオピア皇帝一行の記念写真。左からバージニア・スティーブン、ダンカン・グラント、ホレス・コール、エイドリアン・スティーブン、アンソニー・バクストン、ガイ、リドリー・ケンブリッジ大学在学中、自分の所属する大学を相手にいたずらを仕掛けたことがある。 ザンジバル王国のスルタンがイギリスを訪問中であることを知ったコールはスルタンの一行がケンブリッジに向かっているという嘘の電報を市長に当てて送った。そして友人のエイドリアン・スティーブンと共にオリエンタルな衣装を着てロンドンから列車に乗りケンブリッジ駅で馬車による出迎えを受けた。コールらは市長が開いた歓迎式典を受け町や大学の案内を受けた。 ケンブリッジにはザンジバルの言語を介する者もいたが、コールは英語を介する随行員を装い、王族に直接話しかけることは許されていないと述べて追及されるのを防いだ。コールは同じ手口のいたずらを今度はイギリス海軍相手に仕掛けた。1910年2月7日に戦艦ドレッドノートにおいて行われたもので、ニセチオピア皇帝事件として知られる。 コールのいたずらの中で最も有名なものである。コールはバージニアウルフラ友人たちと共にエチオピア皇帝とその随行団のふりをしてドレットノートを見学した。コールは時々ズボンの前空きから牛の乳首をはみ出させて街を歩き回り、周りの人に気づかれたらそれをハサミで切り落として驚かせるということをしていた。1919 19年3月31日、 最初の妻との新婚旅行中にイタリア・ベネツィアを訪問していたコールはその日の深夜に宿を抜け出して本土に渡って馬粉を集めサンマルコ広場に巻いた。翌4月1日、ベネツィアの市民は馬がいないはずのベネツィアに人夜にして大量のマグソが出現したのを見て混乱したという。晩年の大半をロンドンで過ごしたコールは主に権威のある人たちのメンツを潰すために 大胆ないたずらと、それに対する追求からの逃避行を繰り返した。コールの標的となったのは、国会議員、実業家、海軍将校などだった。ある時には、職人の格好をして、警官を騙して、交通整理をさせ、その間に、友人たちと共に、ピカデリーを横切る残豪を掘った。またある時には、イートンカレッジの同窓生で、初当選したばかりの国会議員。 オリバー・ロッカー・イコール・ランプソンがコールのいたずらの餌食となった。コールはロンドンの路上でロッカー・イコール・ランプソンに10ヤードのハンデをつけての競争を持ちかけた。この時コールはロッカー・イコール・ランプソンのポケットに高価な時計を滑り込ませていた。ロッカー・イコール・ランプソンが全速力で警官の横を通り過ぎた時、コールは泥棒だ。と叫んだ。 ロッカーイコールランプソンはその場で逮捕され、ポケットの中から時計が発見された。コールはその様子をしばらく眺めた後、自分のいたずらだったことをばらした。その際にコールは楽団を指揮するかのようにステッキを振り始め、周囲に危険を感じさせるほどだったため、二人とも逮捕されて交流された。ロッカーイコールランプソンは不起訴となったが、コールは、 起訴されて、治安妨害罪で有罪となり、ッポンドの罰金を課せられた。伝説によると、コールはパーティーを主催したが、その出席者は自分たち全員の名字にボトムという単語が入っていることに気がついたという。別の話によると、コールは演劇のチケットを8枚購入し、それを8人のハゲ頭の男性に渡して劇場に行かせた。 八人の男性の頭には一文字ずつ文字が書かれていて、つなげて読むと、ボロックスになっており、上流階級の多い劇場の上部の席から読み取れるようになっていた。コールはその髪型と口ひげから、1920年代には労働党の首相ラムジー・マクドナルドと間違われることがよくあり、コールが労働党に対して激しい攻撃を仕掛けた際には、混乱を招いた。 コールの妹の兄は、後に保守党の首相となるネビル・チェンバレンと結婚したが、チェンバレンは、妻からコールのことをどう思うか聞かれたという。後にチェンバレンは、私は思った通りのことを言わざるを得ませんでしたが、幸いなことに、彼女も同じように考えており、彼女は、兄の手柄を誇ろうとする気は全くありませんでした。私は、彼は少し気が狂っているのではないかと思いますと、語った。 ピルトダウン人の人骨を絶造した犯人の候補として、コールの名前も挙がっている。1918年、コールは18歳のデニス・リンチと恋に落ちた。リンチはアイルランド貴族の相続人であり、相続する財産があったため、大法官が貢献人となって21歳まで結婚を禁じられていた。最終的にリンチの貢献が解除され、 1918年9月30日にダブリンでコールと結婚した。二人の間には娘のバレリーが生まれたが、コールがカナダでの土地登記で全財産を失ったため、1928年に離婚した。1931年、かつてロンドンのインド料理店ビーラスワミーでスカラリーメイドをしていたメーベル・ウィーニフレッド・メアリー・ライトと改名。 1908年から1970年と結婚した。メーベルは1935年にトリスタンを出産したが、実際にはメーベルがホレスと結婚する前から付き合っており、結婚後も愛人関係を続けていた画家オーガスタス・ジョンとの愛の子だった。コールはトリスタンの出産の翌年にフランスのオンフルールで心臓発作により亡くなり、ウェスト・アディに埋葬された。 コールの死後、メイビスは1939年に、考古学者のモーティマー・ウィーラーと結婚したが、ビビアンャクと不倫したことにより1942年に離婚を言い渡された。メイビスは1954年に、ビビアンャクが他の女性と付き合っていることに嫉妬して、ャクを射殺しようとし、6ヶ月間投獄されている。ありがとうございます。